皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もeFootball 2022情報を紹介していきます。はい、ということで、まあ、今まではまあいろんな文章とかのね、紹介になったんで、ちょっと実用的なねお話もちょっとだけやろうと思います。あまりプレイ動画っていうのはね出さないつもりでいたんですけど、まあこれだけは、なんかできたらいいのかなと思ったんで紹介していこうかなと思います。はい、ということで、今作チームプレスといって、まあ、初期操作だと R1 でAI によってプレスをかけてくれるっていう仕組みがありますね。これ一回押してしまうと基本的に 2,3 秒追いかける形になって、こちら側ではどうすることもできないみたいな感じになってしまって、まあこのように前線の位置であればね、自由自在にね追いかけてくれるのは非常に助かるとこなんですけど、まあこれをセンターバックでやっちゃったり、サイドバックでやっちゃったりするとスペース空けて、そのスペース使われて失点につながるっていうリスクがあるんで、このあたりを、まあ、誤操作だったりとか、もし仮に、チームプレス生かすときに何とかできないかなと思って、今回はそのような話をやっていきます。はい、R1 を押し込むことで、常に 2,3 秒追いかけるような形になります。ボール出てしまいました。はい、R1 を押し込むことで噛んでしまいましたね。2,3 秒追いかけると、この状況を、まあ、センターバックとかでやってしまったときの今回お話です。はい、こんな感じでセンターバックを動かしてしまったと、こういうような場面ですね。まあ、サイドバックを動かしてしまった、このような時の話です。はい、そんな時に強制的に止める方法があります。このようにキンペンベを動かしてしまったという時は急いでカーソルを当てましょう。こんな感じで、チームプレスの操作を、強制的にキャンセルさせます。このようにちょっとうまくいかないな、コムが、はい、こんな感じでベラっていきました。今ちょっと取れちゃったんですけど、相手のターンの関係で取れちゃったんですけど、はい、こんな感じでラモス出してしまったと思ったらカーソルを変えてあげて、間違えてもう一回ある位置をしたのでね、キンペンベが次に出ていっちゃいましたけど、はい、こんな感じでヌーノメンデスちょっと出ていってしまったなという時はカーソル変えてあげて戻してあげて、まあ今これちょっと中盤とか人数減らしてるんで、かなりスペースできてますけど、まあ普段だったらね中盤とかもいる状態なんでね、もうちょっとスペースはうまくね消せるとは思います。あ、キンペンベ出しそうになったと思ったらカーソルを変えてあげて強制的に停止してもらいます。はい、もう変えるのはカーソルチェンジするだけなんで、あ、間違えて操作しちゃったなとか、ちょっと慌てて押しちゃったなとか、そういう時はカーソルを変えてあげてヌーノメンデス戻してあげてっていう感じでね、強制的に終了させてあげましょう。多分上手い人これ多分やってきそうな感じがしてますね。はい、こんな感じでヌーノメンデス止めてあげる、ね、キンペンベ上がりすぎなんですけど、はい、キンペンベ出ていく、カーソル変えてあげて戻してあげる。まあ、ただこれ今オフラインなんで比較的簡単にできるんですけど、オンラインまあちょっとね環境的にちょっと難しい環境にはなりますので、まあなるべくオフラインでその操作には慣れていただいて、あとはオンラインの環境にも慣れていただいてっていう感じですかね。はい、まあその応用ではないですけど、まあ応用っちゃ応用か。まあ2位の選手を行かせたとしても、まあカーソルを変えてあげて AI の動きからユーザーが操作する動きに変えてあげると、まあ、相手から見える守備の方もね変わると思いますし、あ、チームプレスだったらこうしてれば取られないなみたいなところがね、ごいおい出てくると思うんで、それを回避するためにカーソルを変えてあげて途中から自分で操作するみたいな。ちょっとパス出すの早すぎてカーソル変わんなかったですが、ちょっと遅れてしまいますが、ちょっとタイミング遅れましたけど今のは、まあそんなこともできますね。はい、プレス行ってしまった、これちょっとごめんなさい勝手に変わっちゃった。はい、チームプレス行った、ラモスにカーソルを変えてあげる、キンペンベも間違えて出してる、キンペンベにも変えてあげる。結構まあ操作自体はね、難しくないと思うんでね、誰でもできると思います。あとはオンラインにね、慣れるしかないです。あぶね、見られた。はい、 R2 チームプレス押します。ラモス行っちゃった、ちょっとタイミング遅かったですけど、もうちょっと行く前にね、戻せてあげられるとあんなスペース生まれないですかね。はい、プレスかけてしまったラモスを変えてあげる。はい、ということでいかがでしたでしょうか。間違えてチームプレスを押してしまっても慌てず、カーソルを変えてあげることでチームプレスを、
強制終了させることができますので、間違えてセンターバック出しちゃったとか、そういう時はね、ぜひお試しください。まあ、フォワードの選手とかはね、常に追いかけてもスタミナ減るくらいなんで、まあ、そんなに問題ないと思うので、まあ、乱発してもいいと思うんですけど、自陣内はねちょっとね気をつけて使う必要がありますので、もしちょっとやってしまったなという時は強制終了をカーソル変えてあげてしてあげましょう。はい、ということで、まあ、操作面はそんなにね動画を撮るつもりはないですが、なんか紹介できるようなものがあれば紹介していこうかなと思いますので、興味ある方はぜひチェックしてください。はい、まあ操作に関しては基本ライブ配信で試合するぐらいかなという感じにはなります。はい、他にも e フットボール情報を随時いろいろ紹介していきますので、これから e フットボールをやるという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。